い、こちらね、シビックハッチバックとシビックタイプ R 並べてみるとね、結構これぐらい差がありますね。っていうか結構やっぱ差があるな。やっぱ値段の差もあるし、やっぱ風格というか雰囲気の差もだいぶ違いますね。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらシビックタイプ R 後期モデルです。すごないこれ。いやー、待望のねタイプ R ですよね。あの後期モデルになるんですが、あのこのねコロナ禍で、入荷が遅れに遅れ、今に至りました。っていうかこの色めっちゃかっこよくね、早速外装の方見ていきましょう。ホンダシビックタイプ R 後期モデル。いやこれすこぶるかっこよくね。ボディカラーはね、ポリッシュドメタルメタリックですね。ちなみにこちらの車、車両本体価格は475万2000円ですね。いやーこれ惚れ惚れしますね。いやマイナーチェンジ後のシビックタイプ R になるわけなんですが、今度出るあのリミテッドもあるんですが、あれは限定200台で、これ普通のねあのタイプ R の方でも、今このコロナの状況でかなり入手が難しいといったものになりますね。いやパッと見ね、前とどこが変わったのっていう感じはするんですが、まずここね、あのフロントグリル、変わりました。ちょっと刃のようなデザインに、なりましたよね。で、もともとねこのシビックタイプ R ってすごいねあの冷却性能高いんですが、さらにこの冷却性能を高めるためにより多くの空気を取り込めれるようになったということですね。赤エンブレム、タイプ R、 カーボン、エアダクト、売約済み。そうなんですよ、これもう売約済みなんですよね、残念ながら。本当にねこれ仕入れてその日に売れちゃったということで、今日はねちょっとあまりベタベタ触らないように気をつけながら撮影いたします。あ、そうそう、これね、そうそう、柿沼さんがね言ってました。そういや、あのその動画ここに貼っときます。ほら、これ2ピース？いや、レースとかになっちゃうとね、これシングルだとなんかよれてくるらしいんですよね。それがね、今回この2ピースになったということですよね。いや、本当にね、これ一般道で走るというよりは、本当にね、サーキット上用に作られたというような感じの車ですよね。で、これタイヤがね、結構いいのついてるんですよね。コンチついてます。これね、4本で40万ぐらいしちゃうんですけども、なんかね、ネットの方で買ったらね、結構安く買えるみたいですよ。横から見たら、こんな感じです。いやー、なかなか、やっぱシビックタイプ R っていかついデザインしてますよね。それでもね、このちゃんと4人乗れますので、普通にね、街乗りとしても実は乗れちゃうスポーツカーなんですよね。おお、かっこええわ。やっぱこの色ええな。いや、黒とポリッシュドメタルメタリックのこの組み合わせがね、なんかね、すごいやっぱ高級感すら醸し出してますよね。ちなみに最高出力が320馬力、最大トルクは400ニュートンメーターを達成しておりますね。2リッター VTEC ターボエンジンですね。ちなみに燃費はね、WLTC モードで 13.0kg/L、10キロ以上走るんだな。後ろの方もこの刃のデザインが追加されてますよね。っていうか、かっこよくねこれ。さっきからちょっと、かっこよくねしか言ってないけど、この、ほら、このカーボンの感じと、この、ね、ボディのこの三色使い、このね、この赤のライン。いや、これほぼ完璧な、色使いというか、このデザイン。よく見ると、このタイプ R のエンブレムも、ちょっとブラックアウトされた感じですよね。いやー、このフェンダー、これほんとね、これ、わかりますかね？これぐらい、ちょっとなんか取ってつけた感はあるけど、なんか、タイヤ出てますよっていう感じですよね。フロントのフェンダーなんかね、これぐらい出ちゃってますね。ほんとスーパーカー。失礼しまして。
軽い。はい、出ました。2リッター VTEC ターボエンジン。いや、特別にね、チューニングされた、ホンダシビックタイプ R のエンジンになります。最高出力はね、320馬力、最大トルクは400ニュートンメーターですね。今回ね、さらに放熱効果が、優れた細かいフィンピッチのラジエーターが効率的にエンジンを冷却するということで、前期モデルよりもより、冷却性能が上がってるという感じになりますね。ピストン温度を下げるクーリングチャンネル付きピストン、ナトリウム入りの、エキゾーストバルブ、冷却エキゾーストマニホールドなどにより、効率的にね、エンジン各所を冷却してるということですね。まあ、冷却性能を上げると燃焼効率と、体ノッキング性能が上がるということなんですね。いや、結構ぎっちり詰まってる感がありますね。いや、もうこれね、購入済みなんで、大事に、ボンネット閉めますね。ではね、内装の方を見てみましょう。はい、ではお邪魔します。ごめんなさい、オーナーさん。すいません、ちょっと乗り込んじゃいます。うわー、かっこいい。羨ましい、オーナーさん。ハンドルね、今回このアルタンカーラなんかね、すごいいいのになってるんですよ、ハンドル。あ、すいません、ちょっと触らせていただきます。もうあんまり触らんとこ。あ、すごい、なんかね、これね、柿沼さん曰く、レーサーがね、手袋をして、レースしますよね、革の手袋。あれで、こう、握った時に、このグリップ感が、このアルタンカーラだと、だいぶ違ってくるということらしいですね。なので、今回ね、それが採用されてると。で、あ、そうそう、これ、ホンダセンシングが今回ついたんですよね。結構これね、お客さんの声があったみたいで、シビックタイプ R にも、ぜひとも、ホンダセンシングつけてくださいということで、今回つきました。ここにカメラがあるんかな？なんかセンサーとかついたんかな？で、このシフトノブね、アルミの削り出しなんですが、前のタイプからこのドロップ型に変わりましたよね。そうそう、このブーツ、ここも確かアルタンカーラーだったかな。まあ、今回こう手を触るところが、素材が変わってきたという感じですよね。ちょっとでは触り心地、あ、はあ、カックンカックン。前期モデルはなんか4速がちょっと入りづらいとかいう話もちょっと聞いたり聞かなかったり、今回ね、改善されてるんですかね。すいませんが、ちょっとエンジンかけさせてもらいます。全身に鼓動が伝わってきますね。おお、すごい。じゃあ、あんまり回さないように気をつけます。レスポンスやっぱ A は、あ、ボンネット開いてます。後でちゃんと閉めますね。あまりちょっと長居すると汚しちゃいそうなんで戻します。いや、この扉の音すごいね。ちょっと後部座席もお邪魔します。あ、後ろはビニールシートしないからちょっと乗り込まないようにしましょうね。ちなみに、シビックタイプ R は4人乗りです。この赤シートベルトがかっこええわ。そう、後ろのドアもすごい重いね。いやー、いい車ですね。これ今火に当たってますね、シビックタイプ R。 結構この塗装の感じ見てください。結構メタリックなんよ。いや、本当にね、これ買ったオーナーさん羨ましいわ。いや、シビックタイプ R ね、私この前期モデルも試乗しますので、ぜひともこの、i ボタンを押してくださいね。やっぱね、乗った時の、回転数をね、自動にシンコルする、レブマッチシステムが、いや、すごいなと思いました。ヒル&トゥーをしなくてもね、エンジン回転数を合わせてくれて、すごいね、小気味のいい乗り味になるんですよね。フォンフォンっていうね、シフトダウンするとき本当に最高に乗り味がいいです。いや、ほんま惚れ惚れするわ。
かがでしたかね、シビックタイプ R。 いやー、これはね売れるなと思いましたね。いや、この色最高にいいよ。私ね、こういったホンダの動画をよく出しておりますので、皆さん、興味のある方はぜひともチャンネル登録してくださいね。そしてね、グッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけでホンダシビックタイプ R でした。じゃあね、ボーイシュ。